宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第240回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間と1日のご無沙汰、お元気でしたか？申し訳ありません、今週は1日遅れ金曜日の更新になってしまいました。ゴールデンウィークも後半戦ですね。連休はいかがお過ごしでしょうか？宮永はですね、連休何それ、美味しい食べれるっていう感じでございます。いつも通りのお仕事プラス、まあ、他のお仕事もいただけたりとですね、ありがたく忙しく過ごさせていただいております。うん、お仕事があるのはありがたいことだ。でもみんなが休んでると、そしてこんなに天気がいいと、ちょっとだけ遊びに行きたい気持ちもあるぞ。というわけでですね、こう数ヶ月にわたって宮永家を悩ませていましたお隣、向かい側のお家の新築工事なんですけれども、終わった終わりました。いやー、なんかね、最後が一番ねすごい音してた。あのガレージ作ってるなーっていうところがもうガガガガガガガってすごい音がしてたんですけれども、頑張ってガレージ作ってるなーって思った翌日ね、もう住んでました。いや、ちょっと工事のお兄さんたち、それギリギリすぎでしょ、よく間に合ったねっていうか、まあ逆にその日程に合わせて死に物狂いで最終あたりは頑張ってたってことなんですかね。まあ、天気に恵まれなかったっていうのもあるかもしれないですよね。結構春は雨が多いし、そういうことなのかな。でもそうそう、雨といえば降ってほしいね、福島の方に雨ね、大雨降ってほしいね。あ、大雨っていうとちょっとなんか語弊があるかもしれないんだけれども、あの福島県の浪江町の国有林の火災、4月の29日先週出火して、まだ6日間経っても燃え続けているそうですね。隣の町まで火が広がりそうだということなので本当に心配です。ぜひね、あの、まあ、消火剤とか撒いて頑張ってくださってるようですけれども、天然の雨とかもね頑張って、あの火がこれ以上広がらないように、そして今燃えている火が収まるようにしてもらえるとありがたいな、天気頑張れと思っております。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ。小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭。マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。5月5日の子供の日。いや、屋根より低い鯉のぼりな感じですね。高い鯉のぼり、ほんと見なくなりましたね。どうですかね。あの、宮永がいつも出入りしている高田の馬場の神田川のところにね、鯉のぼりがいっぱいいるんですよ。泳いでるんですよ。橋から橋までの間、一つの橋からもう一つの橋までの間に、なんて言うんだろう、川の両脇のところの手すりっていうのかな。あの、橋の欄干じゃなくって、川の壁面の上のところの手すりね、その手すりから反対側の手すりまでね、ずっとロープが渡してあって、そこに鯉のぼりがたくさん泳いでおります。鯉のぼり
それから吹き流しってか孫い、ひごい、子供の恋なんだけど、なんかねバランス悪くて、黒の孫いがあんまりいなくってね、あの赤いのあれひごいでしょ、で青いのもさ孫いなのかもしんないんだけど、黒の孫いが一番大きくて青いのがいて、で子供の恋らしき青いのと緑のといて、でカラフルな吹き流しがあるからさ、結果的になんかすごい学校のね集団みたいな、こうカラフルなお父さんがいてじゃなくて、どっちかっていうと先生とたくさんの生徒たちみたいな感じの鯉のぼりになっております。上からね見下ろすと、まあ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 結構たくさん泳いでおりますねっていう感じなんですけど、見下ろしてるんですよ、うん、あの橋のところから見下ろしても、まあ見下ろすんですよ、てかほぼ同じ高さよりはちょっと目の高さよりちっちゃい低いところにあるなって、で見やすいところからあのビルの上の方とかから見ると完全に見下ろすんですよ、全体像は見えるんだけどね。というわけで屋根より高い鯉のぼりではなく屋根より低い鯉のぼりを眺めてまいりました。その他にもさ、まあマンションとかのベランダのところに棒があってさ、上にこうくる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 って、ま、回る風車みたいなのがあって、でそれになんかこう鯉のぼりがついてるやつあるでしょ、わかるかな、言ってることわかるかしら、その鯉のぼり、手で持ってさ旗みたいに触れそうなサイズの鯉のぼり、うん、あれは見かけるんだけどさ、ほんとさこう一軒家とか、一軒家じゃなくてもまあ一軒家の方が多いよね、だってお庭が必要だもんね、そこにこうまるで皇旗や国旗を掲揚するかのごとくポールに堂々と大きな鯉のぼりがあるみたいなのは、さすがにちょっと宮永の近所では見かけないなぁと思うのでございます。でもさ、こんな5月5日子供の日、めっちゃいい天気ですけれども、なんと立夏ですよ、暦の上ではもう夏ですよ、うん、今日の日差しはまあ夏って言われてもあーねって思うよね。でもさ、昨日の夜とか結構帰る時もう寒くなってて、やっぱり夜の冷え込みはすごいなーって思ったの。そう、昨日っていうのがアニソンミュージアムの生放送がございまして、もうねここ何年かずっと呼んでいただいているゴールデンウィークと夏休みと年末に特番でやるんだけど、そのゴールデンウィーク特番アニソンミュージアムにお呼びいただきまして、出させていただいてきたんですけれども、10時からね夜の7時まで、まあ間ちょっと休憩時間もあったりするんだけれども、生放送でお送りするというアニソンばかりをかけ続ける、しかも、私たちの独断と偏見によるアニソンばかりをかけ続ける、うん、私たちのっていうのはちょっと語弊があるかな、基本的に番組側で準備しているのはアニソンミュージアムの館長おっさんこと石井さんが決めていて、でそこから今回はね学園ものっていうテーマだったんだけれども、その学園もののテーマに沿っていただいたリクエストを探す私たち、でも探しつつこれは学園ものか否かっていうジャッジまでしていたの。いつもはねなんか別にそういう縛りはないんだけど、今回学園もの縛りで、学園ものだと思う、これがいいと思うアニメのそのアニメソングをリクエストしてください、でどうかなーっていうものに関しては、なぜ自分はこれをアニメソングだと思うのかっていうことをちゃんと力説するメッセージもつけてくださいね、私たちが納得したら書けますって言って、うん、ねなかなかこちら的には強気な感じに見えるかもしれないんですけど、私たちの間でもこれはどうかっていうのですごい議論になって、朝一番にさみんなで集合して打ち合わせとかするんだけど、その打ち合わせの一番の話題はってか、打ち合わせがほぼ終わらなかった原因が、これはアニソン、このアニソンは学園ものなのかどうなのか、これはどうだ、これはどうだ、じゃあジャッジの基準はどうするんだみたいなので、すーごい話し合いが長くなっちゃって、
そうそうそう、私たちって言ってるんだけど、いつものメンバーが、さっきも言った館長のおっさんこと石井さん。で、いつも、FM 相模、まあ、FM ホット839か、今は。FM ホット839の夕方の番組を担当しているゆりさん。で、あと、FM ホット839の若手で、普段は交通天気とか読んでる滝川くん。で、その滝川くんの友達のためちゃん。ためちゃんは、私とかと一緒で、その、アニソンミュージアムの時だけ呼ばれてくるのね。で、あと同じ仲間で、ゆめなさんと、私、宮永の6人がいつものメンバーなのね。まあ、ここ最近、お休みとか、いろいろあったりはするんだけれども、基本的にはこのメンバーでお送りしておりますっていう、アシスタント集団がありまして、で、今回はプラス、ゲストでね、マウスプロモーションの関口英二さんっていう声優さんが来てくださいました。なんかね、滝川くんが入った劇団の先輩らしくって、で、関口さん来てくださってゲストコーナーでいろいろなお話をしてくださったりとか、自分がこれがいいと思うっていうアニソンをいっぱい持ってきてくださって、しかもリクエストなの、そう、ゲストからのリクエストなのに用意できない音源とかもあったりするからって自分で持ってきてくださって、音源をなんて素敵なというか、なんていい人なんだ、ゲストなのに自分で曲持ってくる、しかも CD に焼いて持ってきてくれたっていう、うん、すごくいい人だなって思いますけれども、そうそうそう、それでね、なんとその中で、悠々白書の、はぎりかなめのキャラソンもご披露くださいまして、いや、ご本人だいぶもだえてたけどね、うん、なんか伺ったところによると、そのはぎりかなめをやってたのは、デビューしてまだ2年ぐらいの時で、ご自身的には、今聞くと恥ずかしい、下手っぴだ、うおーみたいになってたらしい、っていうかなってらっしゃったんですけれども、いや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 、素敵な美声で、はい。はぎりかなめってわかりますかね？悠々白書のはぎりかなめっていうキャラクターなんだけど、なかなかかっこいいキャラクターさんなんですよ。宮永もね、見ておりましたよ。まあ、どっちかっていうとね、原作をよく読んで、アニメは見てたけど、めちゃめちゃこう、のめり込んでるってわけでもなかったから、うん。ああ、そっか、そっか、っていうか、キャラクターの名前言われても、ちょっとはっきりわかんなかったんだけど、キャラクターの絵を見た瞬間、うん、知ってる、この人知ってる、知ってる、みたいな、そんな感じですね。はい。普通の人です。ファンというよりは普通に、あ、知ってる、知ってる、あ、これをやってらっしゃったんですね、みたいな。ある意味、ごめんなさい、失礼でって感じなんだけれども、でもね、来てくださって、すごくフレンドリーに、私たちの会話に入ってくださってありがたかったです。そしてゲストコーナー終わっても最後までいてくれたんだよ。結局ね、最後のまたねーな感じのところまで、うん、いてくださいまして、なんて言い方なんだと思いました。そうそう、アニソンミュージアムのね、話ばっかりしちゃってますけれども、でもやっぱり生放送って怖いけど、でも楽しいって思うし、で、難しいとも思うし、もっともっといっぱい話せるといいなって思うし、あとはそうだな、人と話すのとこうやって宮永ずっと、まあ、自分で一人で喋らせてもらってるんだけれども、人と会話するのと自分でこう言いたいことを言うっていうのもまた違うから、人と会話をして、であとはまあリスナーさんとの交流もあって、でその上でこうその時起きた出来事にちゃんと対応するとか、時間が来たらね、CM の時間とかやっぱ決まってるから何時ぐらいな、じゃあこの曲終わって送ったら CM でとかいうのも、うん、その場で一つ一つ指示を受けながらやってったりとか、逆にここはもう強制で CM 入るから絶対この時間で止めないと、会話がブチって切れちゃうよとか、うん、そういうのを教えてもらいながらやってるんだけど、どうしてもグダッとしてしまうところもあるから、ね、そういうアシスタントなので許してもらってるところもあるかもしれないけれども、いつかいつかきちんと生放送で、なんか声大きくじゃなっちゃったな。生放送で、うん、自分の番組を回していけるようになれたらいいなと思っております。その修行もというか、せっかくね、こう、生放送の現場に居続けることができているので、また呼んでもらえるといいな。で、
次こそは、次こそはって思うんだけど、もっともっと自分で時間管理して、うまいこと番組を回していけるようになったらいいなと思います。はい。そういうね、修行って言ったらちょっとね、仕事を修行って言っちゃダメだけど、でも、日々これ修行、日々これ仕事。うん。生きていくってことがすべてお仕事であり、修行であるよって、ちょっとこう偉そうなこと言ってみた。うん。そう。修行といえばお花もね、しっかり続けておりますけれども、今回のお花のお稽古はですね、虫刈り、芍薬、スプレー菊。っていうのを使って生けてまいりました。この虫刈りっていうのはね、実はこの葉っぱを虫が大好きらしくって、だからね、あの虫を狩る、あのハントする、ハンターの狩りですよ。この狩り、虫刈りって感じで虫刈りなんだって。これが本名なんだって。でもね、もう一つ、葉っぱが亀の甲羅に見える、甲羅みたいに見えるっていうのがあって、大亀の木という別名もあるそうです。それから、まあ、ね、芍薬。ね、大きなお花でございます。立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花の芍薬です。芍薬と、それからスプレー菊を使っていけました。はーい。あの、まあ、森花なんでね、そこまで、すごーく外して失敗はしないけれども、どうしてもやっぱり、ここがごちゃっとしてるとか、この入れてる、わざわざ入れてあるのに、この入れてる枝が効いてないとか、先生に教えていただきながら直して作った作品の写真がございますので、ブログの方で見ていただけるとありがたいかなと思います。お花もね、うまくいく時もあれば、やっぱりちょっとこう、うまくいかないというか、うん、ここがこうなった方がもっといいよね。すごく自分が頑張って、これをこうやったら素敵に違いないと思って作った作品を別の人の目、まあ、先生の目で見ていただいて、で、ここさ、このこれがさ、自分が気になってたところだったりもするときもあるんだけど、自分がまあこれでもいいかなって思って作ったものをさ、ここがさ、こうなってるからこれをこっちに移動してこの高さを変えて、ほら、この方が奥行きが出て、それぞれのお花が素敵に見えないとか言われて、そうなると本当悔しいよね。うん。いや、結局さ、別にあの勝負じゃないんだけど、自分が頑張って作ったものよりも、もっともっと素敵にできる人が、やっぱり先生だったり、ね、するわけですよ。だからお芝居とかもそうじゃん。自分は頑張ってやって、その時の自分の全力を尽くすことが大事だし、尽くさなきゃいけないし、尽くしてなんぼなんだけど、尽くして自分で頑張ったって思ったものよりも素敵になる人って世の中にたくさんたくさんいるなって思うと、すごく悔しいし、もっと頑張らなきゃいけないしって思うし、うん。なんかね、こう、上は上、どん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 進む場所があって、高みへ高みへって思うんだけれども、たどり着く先はどこまで行けばいいんだろうって思う時もあるしさ、そういう意味では、なんとかどうみたいな感じだよね。かどうだし、演劇どうなのかな、わかんないけど。うん、でも、楽しんでもらえるっていうことが何よりだと思うし、より楽しんでもらえる、より喜んでもらえるっていうものを目指すのは、すごく大変なことだなと思っております。はい。というわけで、今回ですね、5月の10日から18日まで、日本橋の高島屋で日本いけばな芸術展という、いけばな展、いろんな流派が集まっての大きな展覧会が開かれます。こちらにですね、うちの流派の先生は、16日、17日に作品を出品されるんですけれども、はい。宮永はですね、今回出品はございません。が、13日に午前中開かれる子供いけばな体験教室、こちらにアシスタントとしてお手伝いで入らせていただくことになりました。そう、まだね、宮永がお花始めてすぐで、まだ宮永まゆんっていうその画面、お花の名前持ってるんだけど、この画面すら持ってない時に、まあ、あの学校の先生とかやってるし、
ね、子供向けのイベントの MC とかもやるから、子供いけばな体験教室のお手伝い、おいでって言われて、お手伝いをしたことがございます。あそこに、帰り咲きでございます。別に講師じゃないから帰り咲くってそんなね、凱旋してるわけじゃないんだけど、でも、またお手伝いができる。でね、子供さんの花ってね、なんだろうな、すごく自由で伸びやかなことがあって、もちろん、なんかね、すごく心配性なんだな、この子っていう子もいて、どうしようかな、これでいいのかなって心配そうに作っていく子もいるし、いやー、おやー、おーみたいな感じで、すごくもう伸びやか通り越して、うん、ちょっと待って、怪我するからちょっと待ってっていうぐらいの勢いで、好きに行けられる子もいるし、これはまあ性格だと思うんだけど、でも出来上がったお花で、もちろんアドバイスしたりするよね。なんかこっちばっかりさ、この色のお花来ちゃってるから、ちょっとこっちにも違う色が来るように入れてあげたらとか、うん、そういうアドバイスはしたりもするけれども、基本的にはお子さんってやっぱり自分で頑張って作るぞってできたっていう、なんかそういうね、経験が大事だと思うし、それが楽しいと思うので、そういう風に受けられるようにお手伝いをさせていただくんだけど、本当にね、なんかその作品が、大人が作ったものとはまた全然違う、なんか、そういうものがあるんですよ。あるんですよ。うん、これだからぜひぜひね、13日に体験教室するから、そのまま、また、どうなんだろうな。前回は飾ってたんだけど、どうなんだろうな。飾られるのかな？飾られるといいなーって思うんだけれども、うん。まあ、その子供さんのお花もできたら見てほしいし、それ以外にも、いっぱいお花をいろんな人が2日間交代ぐらいで生け替えていきますので、ぜひぜひお越しいただければなと思っております。ぜひぜひ興味があったら覗きに来てみてください。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。マイマイつぶりの歩いた後にはもうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。6月の1日木曜日に阿佐ヶ谷ドラムさんでのアニソンアコースティックに出演させていただきます。生演奏に合わせて3曲のアニメソングをお届けすることになっております。ぜひぜひお越しくださいませ。6月1日木曜日、時間はですね、7時30分スタートです。詳しいことは番組ブログに載せておきますのでご覧ください。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アドスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と見ていただくのが一番早いかと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用してどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。